休憩前に引き続き会議を開きます。日程第1から日程第36までの議事を継続いたします。橋本徳一郎君。はい、21番。皆さん、こんにちは。日本共産党、橋本徳一郎です。今回、この4項目について、質問いたします。早速、質問に入らせていただきます。まず、大項目の1項目、本紙の情報公開とホームページの在り方についてです。日本共産党、人吉市委員会の発行の、人吉民報において、人吉市庁舎建設の記事で、県内の庁舎建設総工費について書かれておりました。その中で八代市についてはホームページで確認できずという記載になっております。記事を書いた議員は日常的にインターネットを活用しており、パソコン操作等の技能は人より高いレベルの方と認識しております。そこで私も八代市のホームページを改めてトップページから構造を確認してみました。その中で問題があると思われる点をいくつか確認しております。具体的な問題の指摘の前に、まず本紙のホームページについて基本的な部分について質問したいと思います。1点目、八代市のホームページ開設目的、インターネットや SNS の活用の目的は何でしょうか。2点目、ホームページへのアクセス数とよく見られているページなど閲覧状況はどのようになっていますでしょうか。以上2点について答弁を求めます。以降の質問は発言席にて行います。松本市長公室長。はい、議員ご質問の1項目目、本紙の情報公開とホームページの在り方についてお答えいたします。お尋ねの1点目、市ホームページの開設目的及びインターネットや SNS の活用目的についてでございますが、本市ホームページは住民サービスの向上のため、市内外の方からの問い合わせに対して、市政の状況や市が取り組んでいる事業等を紹介するといった広報活動の場と合わせて、市民の日常生活に伴うさまざまなお知らせや、申請方法などを周知することを目的として開設しております。また、インターネットや SNS の活用目的につきましては、近年はパソコンからスマートフォンによるインターネット利用がメインとなりつつある中、その利用が定着してきている Facebook や Twitter などの SNS を本市でも市政に関する新たな情報発信の手段として活用するため、市の公式 Facebook と Twitter を開設し、イベントなどの情報を発信しているところでございます。次に2点目の本市ホームページの閲覧状況につきましては、過去3年間の総アクセス件数で申し上げますと、平成28年度が約451万3000件、平成29年度が約786万7000件、平成30年度が約905万9000件となっております。また、アクセスの多い記事としましては、ごみ収集に関する記事や、住民票や戸籍関係書類の請求に関する内容となっております。以上、お答えといたします。
長。橋本徳一郎君。はい、ホームページは全世界に公開されるものであり、インターネットが使えればどんな人、例えば行政の仕組みや自治体ホームページに関する知識がない方が見ても必要な情報を得ることができるのが大前提です。総務省が毎年実施している国および地方公共団体ホームページの実規格対応状況調査というものがあります。調査報告としては、自治体ホームページのウェブアクセシビリティに関する実規格への対応状況についてというものです。簡単に説明しますと、インターネットを扱える障害者、例えば全盲の方にも閲覧が可能であるかの評価をまとめたものです。この報告によると、八代市のホームページの評価は総合で E ランク、2018年調査では、障害者の閲覧に問題のあるページが 95.09% という報告です。このことは必要な情報にたどり着きにくいという評価とも言えます。ちなみに評価が高い自治体ホームページとして杉並区が上位に位置しております。私が本市のホームページを改めて確認して、特に気になった点が大きく2つあります。一つは、日常的に市民が受けている行政サービスとその手続きを説明するページがトップページに近いところにないことです。トップページには、ライフイベントから探すという指定した場所に飛ぶためのリンクボタンがあります。リンクボタンを押すと、次のページが開きます。次のページの多くが、残念ながら関連する課が扱う記事の新着情報と、関連記事の羅列となっております。期待した出産や死亡、転居などのライフイベントで必要な手続きと行政から受けられるサービスなどを紹介するページという構成には程遠い内容のものが多くなっています。この点を改善することが必要です。もう一つは、答弁にもありました、ホームページの目的である市政の状況や市が取り組んでいる事業等に関する情報へのアクセスのしづらさです。最初に紹介した人吉民報の新潮社の情報にたどり着かなかった情報の掲載のあり方ということになります。私が確認したところでは、新潮社を例にすれば記事が分散しています。議会ページの委員会議事録として、新潮社建設促進特別委員会、パブリックコメント、新潮社建設課の3箇所に分散していました。しかも、主な内容を確認するには、各ページにある PDF ファイルを一つ一つ開いて確認しなければいけません。私が2018年6月議会で報告した、八代市と同規模人口の庁舎建設費用を調査した際、他自治体の庁舎建設に関する情報は、ホームページを開くだけで必要な情報をほぼ確認することができました。さて、次に、現在の本市ホームページの管理や運用について具体的にお聞きします。1点目、本市のホームページの全体的なレイアウトはいつ、どのように更新されたでしょうか。また、リニューアルの期間などに定めはありますでしょうか。2点目、日々の情報の更新はどのように行われていますか。更新ページの文字数や画像添付の数に限度はありますか。また、各記事の更新に際してマニュアル等を定めているでしょうか。また、その更新に対する点検、評価などを市役所内で行っているのでしょうか。以上2点について答弁を求めます。議長。松本市長公室長。はい、自席よりお答えします。まず1点目の市ホームページのレイアウトをいつどのように更新したのか、またリニューアルの期間などに定めはあるのかについてでございますが、現在の市ホームページは平成27年度に外部のシステム事業者に委託を行い、16年ぶりとなるレイアウトの全面リニューアルを行いました。このリニューアルは幅広い年齢の方や外国人など誰でも利用しやすいよう、文字サイズの拡大縮小、音声読み上げ機能、外国語への自動翻訳機能などの
機能を追加するとともに、タブレットやスマートフォンなどでも快適に閲覧できるように改修を行ったところでございます。なお、リニューアルを行う期間は定めておらず、現時点では予定はございません。2点目の市ホームページの記事の更新方法、情報量制限の有無、並びに記事更新にかかるマニュアルの有無及び内容の評価につきましては、記事の更新は各課にその権限を与えており、各課の担当者が記事を更新し、各課長の確認のもとに掲載することになっております。また、記事の文字数や添付する画像等は、情報量に特段の制限はなく登録することができます。なお、記事更新にかかるマニュアルは特段備えてはなく、その更新に対する評価も行っておりません。以上、お答えといたします。以上。橋本徳一郎君。はい。全面リニューアルが約4年前、その前に、失礼、その際に閲覧者に関する対する補助機能なども追加したということでした。これは評価したいと思います。しかし、総務省のアクセシビリティに関する評価は総合い、約 95% のページに問題ありという報告です。せっかく導入した機能が障害者に対しては有効に働いているのかどうか分析が必要です。更新権限の持たせ方は管理運用上最も悩むところです。各課で担当するページを持たせ、それぞれ記事を管理する。これは管理上合理的な方法といえます。そのためか、本市のホームページの情報量は、記事の掲載方法が分かると探しやすいという評価もあるのです。しかし今回、私が焦点を当てるのは、予備知識がない方の使い勝手に対してです。身内のためのデータベースでは、せっかくの情報が活用されず、不幸な結果を招きかねません。私が受けた相談で、健康保険証の手続きに関する事例がありました。その方は、会社を退職した後に、社会保険の任意継続または国民健康保険の手続きが必要でした。しかし、退職時に任意継続のについての説明が不十分であり、国庫税は高くて払いたくないという意識が働き、次の就職までの期間を無保険という選択をされておりました。結果的に再就職前に保険証が必要となり、国庫の手続きをして、多額の滞納税が請求されています。自治体ホームページは情報発信だけでなく、啓蒙という役割も求められます。市民が受けられる行政サービスの説明と、それに伴う制度上しなければならない手続きや、ペナルティに対しての説明が必要です。先の例では、不幸なことに国民皆保険の理解が不十分であり、本人とすれば支払いを節約するつもりが、かえって滞納税という本来なかったはずの支払いが発生したということになりました。このような不幸なケースを予防するためにも、ライフイベントに関連する行政サービスの説明と、その手続きを紹介するページは不可欠と言えます。総務省の評価が高い自治体ホームページとして杉並区が紹介されています。一度見比べていただくと参考になると思います。まず問題点の1点目、ライフイベントの説明ページ、すなわち市民生活に直結する行政サービスのとその手続きを説明するページ作成について確認したいと思います。1点目、ライフサイクルごとの必要な手続きの紹介や関連する書式へのリンクを持つページを現在のトップページの下に差し込むことでより必要な情報へのアクセス率が高くなると考えます。このようなページを追加する費用はどの程度になるでしょうか。2点目、本市ホームページの在り方と運営方針についてお尋ねいたします。以上、2点について答弁を求めます。以上、松本市長、公室長。はい。自席よりお答えいたします。1点目のホームページに新たなページを追加することに要する費用の額についてでございますが、改修は職員でできる簡易なものから、管理委託業者により有料で行うものまであります。
議員ご提案の回収につきましては、管理委託業者による有料回収となりますが、算定には詳細な条件設定や業者への見積もり徴収なども行う必要がありますので、具体的な費用については答弁を控えさせていただきます。2点目の市ホームページのあり方及び運営方針につきましては、ホームページは本市の重点戦略であります市政の見える化を進めるための有効な情報提供手段の一つであると認識しております。その運用にあたっては利用者からのさまざまなご意見を参考にしながら、各課のホームページ担当者、広報広聴研修会などを通じて積極的な情報の掲載並びにその更新に努めてまいります。以上お答えといたします。橋本徳一郎君。はい、ホームページの作成提案では通常、トップページがいくら、追加ページがいくらという概算を提示されるものなんですが、今回は作業量も勘案した計算が必要らしいということで概算も出してもらえませんでした。有償での回収対応とはいえ、ヒアリングでお聞きした全面リニューアルでの費用約1000万よりもはるかに低く抑えられると思います。最低限の費用で効果を上げる、これも税金の使い方の大原則です。これまで各課で蓄積したデータの有効活用を考えると、ライフイベント紹介のページを差し込むことで大きな費用をかけずに先に紹介したような不幸なケースを減らすことができると考えます。今後の課題として検討することを強く求めます。次に新庁舎建設に関する情報発信についてお聞きします。最初に紹介した人吉民報での情報集めについてです。調査としてはヤフーやグーグルといった検索サイトにキーワードを入力して掲載ページを検索、候補として上がったページを開き、庁舎建設の本体工事費と単価について調査されたようです。この手法は私も実施しております。本市以外のほとんどの自体ページもしっかりと規模、工法、建設期間、総工費がいくらとホームページを開くと分かるように概要が掲載されておりました。それが本市のホームページには文字で掲載されていない、もしくは掲載されていても検索サイトの循環に間に合っていないということです。新庁舎建設について言えば、本市ホームページには詳細な説明、総工費や審議の経過などがホームページ上に文字、今後テキストと言わせてもらいます。テキストで記入されていない、詳しい説明はすべて添付された PDF ファイルを見てくださいというページが目立ちます。掲載する文字数、画像数に制限がないのであれば、概要などは文章をコピー&ペーストを貼り付ければ大きな手間はかからないと考えます。これは伝承館についても同じ傾向と言えます。そこで質問いたします。新庁舎建設に関する情報において特別委員会及び本会議で確認された総工費などがホームページ上にテキストとして掲載されていないのはなぜでしょうか。また伝承館建設の討議内容がテキストとして掲載されていないのは、なぜでしょうか。答弁を求めます。議長。松本市長公室長。自席よりお答えいたします。先ほども答弁いたしましたように、ホームページに掲載する記事の内容に関しましては記事を登録する各課の判断により行われておりまして、掲載内容の基準を定めたマニュアルは現在備えておりません。議員ご指摘のように記事内容をファイル添付で行う場合、ファイルの種類によってはインターネット上のキーワード検索ではファイルの内容まで検索にかからない場合もございます。その一方でファイル添付方式は会議等の際に使用した資料を分かりやすく掲載できることや、スピーディーに市民へ情報提供ができ、必要な場合には印刷も容易にできるメリットもございます。情報掲載の方法につきましては、市民にとって便利で分かりやすいホームページとなるよう今後も工夫してまいります。以上お答えといたします。橋本徳一郎君。はい、市民にとって便利で分かりやすいホームページになるようと言われましたが、
キーワード検索では検索にかからないということは実情として、市民が知りたい情報がホームページで分かりにくい情報であるということは認められるのでしょうか。掲載の内容は各課の判断に任せており、どのように掲載すべきかはマニュアルには記載がないということです。先ほどのホームページは本市重要戦略の市政の見える化の推進のための有効な情報提供手段の一つという答弁と比べて、実務への指導がホームページの位置づけからかけ離れていると言わざるを得ません。これまで特に新庁舎建設について言及していますが、振り返れば私が議員になってからいくつも重要な政策方針が審議されています。議会で私も関心を持った政策で例を挙げれば、新庁舎建設の費用増大に関する説明、私立病院廃止の方針決定と途中経過の報告、伝承館の設計や費用について、高田コミュニティセンターの建て替えなどあります。どれも市民に対しての説明や事前情報が伝わっていないとの声を聞いております。例えば最近聞いたことでは、高田コミセについて、各地の公民館建て替えの規模について総会はコミセンで行うから、そこまで大きくしなくていいということで、従来の大きさで建てたということでした。今回の設計では、コミセンの設計では、2階にあった集会場がなくなって、肥大になっている、びっくりした、設計を決める際に住民の意見は聞いたのかという声を聞いております。一般質問の答弁の中で、市の広報誌とホームページで、お知らせしますというものを何度もお聞きしております。新庁舎の住民説明会を求めた時の実績として、市長参加の市政懇談会の開催の周知についても同じ答弁でした。その時私ホームページにて確認しませんでしたが、今回改めて本市のホームページを構成から確認してみると、どれだけ周知徹底されていたのか疑問を持った次第です。今回の答弁にホームページの位置づけは、本市重点戦略の市政の見える化の推進のための有効な情報提供手段の一つとされています。そこに掲載される内容の充実はもちろん重要ですが、誰でも簡単に必要な情報を得られることが重要です。分かる人にだけ取り出せるデータベースでは困ります。現在の本市ホームページの情報発信の仕方が、果たして市政の見える化の推進に貢献しているのか、大きな疑問を持ちます。最後に、本市のホームページ改善に対して以下提案をさせていただきます。運用面の改善として、記事掲載時にホームページ上にできる限りテキスト化して掲載すること、概要が添付文書を開かなくても把握できる記事の掲載方法を心がけることをマニュアルに盛り込む必要があります。その上で掲載される記事に対して、とりわけ政策に関しては統括的に確認することが重要です。市長公室や市長広報課などでも定期的にチェックすることも情報発信の統制には必要だと考えます。構造面では、ホームページの評価指標として一般的に言われているのが、目的の情報までたどり着くまでのクリック数があります。より少ないクリック数でたどり着くほど優れたホームページと言われています。SNS を活用するメリットもこの点にもあります。誰にでも分かりやすいホームページが作られているかという調査を毎年総務省が実施していることを申し上げました。この評価を上げるためにも、本市ホームページの構造に対して改めて提案します。一つは、ライフイベントに関する行政サービスの説明と必要な手続きを紹介するページ、および必要な組織に簡単にアクセスするためのページの追加。二つ目は、市民の関心が高い政策に関する情報の紹介と各政策の流れが分かるような記事の掲載方法、並びに詳細記事へのリンクを掲載したページの追加です。今申し上げた1と2のページは、できるだけ少ないページ数量で、なおかつレイアウト上見やすいことが重要です。各ページの掲載文字数、添付画像数に限度がないということですので、本市ホームページに市民が求める記事と詳細ページへのリンクが分かるページを差し込むこと、これで本市ページの活用に使い勝手は格段に向上すると考えます。政策に関しても、できるだけ早い段階での情報発信と同時に、
誰が操作しても目的の情報を得られる掲載方法の工夫と周知徹底を強く要求いたしまして、本項目を終わります。議長。橋本徳一郎君。はい。項目の2番目、用途地域変更に伴う工芸東町、渡町、地区における住民説明会について質問します。住民から10月20日開催の表記の住民説明会の案内がありました。住民からいろいろ意見が出ている、確認して、できれば出席してもらいたいということでした。担当課に概要を確認しましたが、全体像はよくわからなかったため、説明会にも参加していただいています。ここで質問いたします。1点目、説明会に至った経緯とその趣旨、内容について、2点目、住民の反応と意見はどのようなものであったか、3点目、今後の市の対応としてはどのようにするのか、以上、3点について答弁を求めます。塩崎建設部長。皆さんこんにちは。議員ご質問の工芸東町、和立町地区における住民説明会について、まず説明会に至った経緯とその趣旨、内容についてお答えいたします。今回の対象地区については球磨川をまたぐ新萩原橋の左岸側の東西および新旧堤防に挟まれた地区で、主に採石の古いを行う採石プラントや道路の舗装に使用するアスファルト製造プラント、建設用リースの重機や資材の置き場、鉄工所などの工業系の土地利用がなされている面積約 9.7 ヘクタールの地区でございます。この地区は昭和48年に住居系の用途地域を指定しておりますが、用途指定以前より立地している工業系建築物がそのまま現地も立地しており、現状の土地利用と指定されている用途地域との間に乖離が生じております。そこで市としては現用途地域の規制により工業系の建築物の増改築が困難となり、操業が停止され放置された場合、地域の環境への影響や防犯上の問題に加え、台風や大雨によって引き起こされる二次災害の発生も懸念されることから、現在の土地利用を考慮し、将来周辺環境に配慮した建築物に増改築が可能となる工業系用途地域への見直しを行う素案を作成いたしました。住民説明会については都市計画法第16条に都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは住民の意見を反映させるために必要な措置を講じるものとあることから、地域住民の意見をお伺いするために開催したものでございます。なお第1回を9月10日に開催し、そのときにいただいた意見をもとに素案を見直し、再度第2回目の説明会を11月19日同20日の2日間で計3回行っております。次に住民の反応と意見ですが、第1回目の説明会では新しい工場の進出による周辺環境の悪化、特に振動や騒音並びに地下水への影響を心配される意見のほか、用途して以前から立地している企業であれば追認はやむなしという意見もございました。そこで第2回目の説明会では、用途して以前から立地している企業が存続できる最低限の範囲に計画を縮小するなど、当初の素案を修正し、騒音・振動対策など周辺環境に配慮した工場の事例や、地下水への影響を防ぐための制度などについて説明を行い、調整を図りましたが、依然として、環境への影響を心配する意見を多数いただいたところでございます。最後に今後の対応でございますが、法手続きの手順としては案を公告後2週間公衆の縦覧に供し、
その間、案に対する意見書を受け付けます。その後、第三者によって構成される八代市都市計画審議会で意見書を添えた案の審議がされ、県知事との協議を経て、都市計画が決定することとなります。一般的にはそのような手続きとなりますが、本件に関しては、素案に対し、住民説明会でさまざまなご意見をいただきましたので、現在、今後の対応について検討しているところでございます。以上、お答えとします。議長。橋本徳一郎君。はい。橋本徳一郎委員にちょっと申し上げますが、はい、先ほど渡り町という表現をされましたが、正式には八代市渡し町ということで、誤解を受けないようにお願いします。はい、失礼しました。説明会での担当課の説明は、最初に都市計画による用途、指定の目的、すなわち、素案に対する住民の意見を聞くことを目的としていること、第1回目の説明で提起された素材のおさらい、素案のおさらいで、その説明に、素案に対して出された住民からの意見の確認、持ち帰って担当課で検討した結果、およびその意見を反映した新たな素案の提起という流れでした。市の説明の趣旨は、現状の土地利用に合わせて、住宅系から工業用地、工業系用地への変更を提案すると受け止められるものでした。住民の意見には、これ、私が後で説明会後に聞いたものもありますが、プラントが大型化すると、地下水の利用量も増える、過去の経験では、地下水の水位の変化で陥没した田んぼもあったと。高田地区はもともと文教地区であり、学校も複数ある、その場所に新たに大型の工場が建つのはおかしいのではないか、用途変更によって工場規模が大きくなる、そのことで騒音なども新たに発生する、担当課から示されたプラントはあくまでもイメージであり、実際に作られるものではない、球磨川堤防のすぐ裏側で、今年の大雨による他県の災害などによる被害がないとも限らない。もし河川災害が発生した場合、海や河川、周辺への影響は計り知れないなどの意見を聞いております。今年の夏の大雨による災害でも、佐賀では工場の油が周辺の耕作地に流出し、来年の作付けもできない地域もあると先日報道されていました。当該地区はもともと河川敷であった場所に、現在の位置に新たに堤防が作られてできた土地です。防災ハザードマップでも浸水エリアに指定されています。何かあれば農業のみならず漁業にも大きな影響を与えかねないという住民の意見は決して大げさとは言えません。また、避難断層の歪みは未だ残っており、最大マグニチュード 8.1 の地震の可能性があるとの報道もされています。その際、諏訪にあるような大型プラントが建っていたらどのような被害が出るのか、当該地区の用途地域の指定がなぜ住宅系となっていたのか、再度確認し、素案で示された大型プラント建設にふさわしい場所かどうか、検証が必要と考えます。当該地区での1回目での説明会で住民から出された要望の一つに、港方面への移転はできないのかというものがありました。環境センター付近についても言及されたかどうかは分かりませんが、2回目の説明会では、外交付近の企業誘致エリアには市の誘致枠に空きはないという、説明がされましたが、環境センター付近への可能性について言及されていません。説明直後に住民から環境センターの先の埋め立て地は使えないのかという質問が出ていましたが、その場所については確認していませんと答えたのみで、確認するのか、検討できるのかどうかの返答もないまま、素案の説明に入ったと記憶しております。移転が可能であれば、移転後の土地は土地本来の用途指定のまま、住宅や公園を整備してはどうか、花火大会への貢献度も上がるのではなどの意見も出されておりました。答弁にもありますように、市が示された素案に対して、説明会での住民の反応は心配する意見が多数であり、
同意は難しい状況です。住民の意見をしっかり踏まえて、本計画は強行すべきではありません。住民の意見を真摯に受け止めた対応を強く求めまして、本項目を終わります。以上。橋本徳一郎君。はい。3番目、中程度難聴者への、補聴器購入補助について質問いたします。私が医療機関で仕事をしていたときに、看護師から問診が取りづらい患者がいて何とかできないかという相談がありました。高齢者の患者さんで耳が遠く、実際やり取りに苦慮しておりました。まあ、衛生面からその時は、受話器のような骨伝導型の補聴器を購入して対応を求めましたが、こういった補聴器には、不向き不向きがあり、また使い慣れていない機器では扱い方もわからないということもあります。全国の自治体では中程度難聴者への補聴器購入に対して補助を行っているところも多くあり、本市の対応について確認したいと思った次第です。以下質問いたします。1点目、本市の補聴器購入に対する補助はどのようなものがありますか。2点目、補助の対象はどの程度の難聴に対するものでしょうか。3点目、軽度の難聴に対する補助も可能でしょうか。4点目、 WHO の基準ではどの程度から補聴器が必要と言われていますでしょうか。以上4点について答弁を求めます。丸山健康福祉部長。皆様こんにちは。議員ご質問の3項目目、中程度難聴者の補聴器購入補助についての1点目、本市の補聴器購入に対する補助についてお答えいたします。障害のある人の自立した生活を支えることを目的に、身体に障害のある人が装着することにより、失われた体の一部あるいは機能を補完する用具である補装具の購入や修理の費用の一部を助成する補装具交付修理事業があります。この事業の支給対象者は、身体障害者手帳をお持ちの方や難病により一定の機能障害がある方で、補装具の種目は厚生労働大臣によって定められており、そのうち聴覚障害を対象としたものに補聴器があります。この事業における自己負担額は、原則として購入または修理に要する費用の1割とされておりますが、所得に応じて上限額も設定されています。なお、18歳未満の方については、身体障害者手帳の対象とならない軽度または中等度難聴時に対しても、音声言語能力の健全な発達を図るため、原則として補聴器購入費用の3分の2を助成する難聴時補聴器購入費助成事業があります。2点目の補助の対象となる難聴の程度については、18歳以上の方の場合、身体障害者手帳の最も軽い等級である6級以上となります。この等級の聴覚障害には、両耳の聴力レベルがそれぞれ70デシベル以上のものや、一方の耳の聴力レベルが90デシベル以上であり、かつ他方の耳の聴力レベルが50デシベル以上のものが該当いたします。デシベルとは音の大きさを表す単位で、数値が大きいほど聴力が弱いことになります。ちなみに70デシベルは電話のベルやセミの鳴き声の大きさとされています。3点目の軽度の難聴に対する補助については、18歳未満の方は身体障害者手帳の交付の対象とならない場合であっても、両耳の聴力レベルが30デシベル以上であれば補助の対象としておりますが、18歳以上の身体障害者手帳の対象とならない軽度難聴者は対象となりません。4点目の WHO 世界保健機構の基準では、どの程度から補聴器が必要とされているかについては、中等度難聴から補聴器の装用が推奨されております。以上お答えといたします。
長。橋本徳一郎君。はい。本市としては軽度または中度の難聴児、すなわち難聴を持つ18歳未満の子どもに対して補聴器の補助を実施しているということです。言語をはじめとした聞こえが子どもの発達に大きく影響を与えます。有益であると同時に必要な補助として多くの自治体で実施されています。一方、私が最初にお話した高齢者に対してはどうでしょうか。90デシベルの目安として列車通過時のガードした程度の音量、70デシベルが電話のベルと言われましたが、今はあまり聞こえない、見ない黒電話のベルの大きさです。私はこれ以下のレベル、すなわち41から69デシベルの中程度難聴の方に対する補助がないかと考えていました。特に高齢者の聞こえは認知機能に大きく影響します。音がはっきり聞き取れない状態が長く続くと、周囲に対する関心が弱まります。認知症予防に良いとされているのが人との関わりです。とりわけ多くの方と接触し交流することが良いとされています。そのための予防介護プログラムも多数準備されているのは皆さんご承知のとおりです。しかしそういったプログラムに参加しても聞こえが悪いために何をしていいのか、また何を聞かれているのかはっきりわからないとしたら、せっかくのプログラムの効果も期待ほどのものにはなり得ないんでしょう、ならないんじゃないでしょうか。同じ時間費用を使うのであればより効果が高まるようにしたいものです。11月に行われた熊本県社会保障推進協議会主催の自治体キャラバンに同行しましたが、五木村では来年度予算で検討してみると話されています。全日本難聴者中途出張者団体連合会などの資料では、障害者手帳を持たないの持たない中程度難聴者の高齢者に対して補助を行っている自治体が全国で20存在しております。そこで次の質問です。本市でも中程度難聴に対する補助は検討できないでしょうか。答弁を求めます。丸山健康福祉部長。指摘からお答えいたします。先ほど申し上げましたように、18歳未満の中等度難聴児に対しては県の補助を受け、補聴器購入費用の一部を助成しています。しかしその他の中等度難聴者については、国や県が補助の対象としていないこともあり、現時点では検討する予定はございません。以上お答えといたします。橋本徳一郎君。はい。国会では日本共産党の大門美樹氏議員が本年3月20日参議院財政金融委員会で、加齢性難聴者の補聴器購入の助成制度の創設の質問をいたしました。答弁に立った厚労省の諏訪園健治審議官は、補聴器を用いた聴覚障害の補正による認知機能低下予防効果を検証するための研究を推進すると答弁。続いて麻生太郎財務大臣の答弁は、やらなければならない必要な問題と述べられています。2040年までは高齢者率が増え続けるという試算も出ています。健康寿命を伸ばし介護保険の費用削減にも貢献できると考えての質問でした。健康寿命を伸ばすためには予防が必要とされています。必要な機器に対しての行政からの補助拡大を強く求めまして、本項目を終わります。橋本徳一郎君。最後の項目、避難地区井の迫川流域の地盤沈下調査についてです。2018年3月以降の私の一般質問において、日名口区井の迫川流域での住民要求を取り上げ、該当地区への当該地区への対応を求めました。周辺住民からは同年3月1日に市長宛てに調査と改善を求める2つの要望書、すなわち井の迫川周辺の、地盤沈下に関する要望と、国道3号線の車両通過車両による浸透及び騒音対策についての要望が提出されています。要望書に書かれている具体的内容は次のとおりです。1、
熊本地震以降、国道3号線の地盤沈下に伴う路面のうなりが顕著であるので、周辺の地盤及び家屋調査の実施と、これに対応する本格的な道路改修を要望します。2、以上の対応で不十分な場合は、大型車両の迂回路への誘導もしくは従来のように八代南インターチェンジまで無料区間を延長していただくよう要望します。こういうものでした。これを受けまして私の一般質問では次のことに対する、対応を要求しております。1点目、日名口区の国道3号線の騒音と振動対策について。2点目、湯の迫川周辺の地盤沈下調査と石積み護岸隙間からの、土砂流出対策について。以上2点の対応状況はどのようにされていますでしょうか。答弁を求めます。また住民の要望書にある大型車両の迂回の要求には温泉地ののんびりとした雰囲気を作るためという願いもありました。そのため大型車両の日名温泉近辺への進入防止、すなわちバイパス道への迂回や西回り高速道の当該区間の無料化の要望もありました。これらの要望への検討についても答弁を求めます。塩崎建設部長。議員ご質問の4項目目、日名口区湯の迫川流域の地盤沈下調査についてのうち、ご質問の1点目、日名口区で行われた国道3号の舗装改良工事等についてお答えいたします。国道3号を管理する国土交通省熊本河川国道事務所八代維持出張所に確認しましたところ、平成30年4月26日に舗装工事に関する要望書が日名口工区長名で提出され、翌月の5月12日に金子代議士をはじめ中村市長や北園市議、国土交通省熊本河川事務所長、地元代表者及び関係住民の皆様方と現地立ち会い並びに説明会を実施され、翌月の6月18日から7月31日にかけて当該地区を含む日名口地区1160メーターの舗装改良工事が実施されております。改良工事後には日名口住民の方々から迅速に対応していただき、騒音振動が軽減されたとの多くのお礼のお電話があったと聞いております。また大型車の迂回路と八代南インターチェンジまでの無料化についてでございますが、国道3号から南九州西回り自動車道に並行している市道への大型車両の導入については、市道が大型車両対応の構造で整備されておらず、さらに八代南インターチェンジまでの無料区間の延長については、ネクスコ西日本が八代インターチェンジから日名口インターチェンジまでを一般有料道路として管理されていることから、現在の状況では難しいものと考えております。次に2点目、湯の迫川石積み護岸隙間からの土砂流出対策の進捗状況についてお答えいたします。湯の迫川は日名口港にあります湯の迫碑門から山手へ延長700メートルの本市が管理します普通河川でございます。本河川は古くから石積み護岸が整備されており、国道3号から海側の区間につきましては、石積み護岸の隙間からの土砂流出防止、いわゆる水出し防止と護岸の補強を目的に表面をコンクリートで覆う工事を実施しております。しかしながら一部の区間では護岸と家屋が接近しておりますことから、潮の干満の影響を受ける高さまでの工事ができていない状況にございます。そこで護岸補強ができていない箇所について、平成30年7月に現地調査と近隣住民からの聞き取り調査を実施し、今後の対応策の検討を行いました。本年度はさらに地盤の地質情報や潮の干満による地下水位の変動を観測する目的で11月にボーリングを行い、
今後データの解析と状況に応じた対応策を検討することとしており、実施可能なものより対策を講じてまいりたいと考えております。以上お答えいたします。以上、橋本徳一郎君。昨年3月の一般質問の中でもしっかりと対応されると答弁されています。中でも国道3号線の舗装工事については大型車が通るたんびに揺れていたのが全く揺れなくなったと大変喜ばれていました。ちなみに国道の舗装工事に関しては立憲民主党の矢上衆議院議員も国に対して働きかけをしていただいております。大型車迂回については現実的な手段がないとのことで現状のままということでしたが、バイパスを見ていると国道を迂回する大型車両も少なからず見受けられます。住民は出された要望に対して行政がしっかり検討し返してもらったことに何よりも喜べています。残る地盤沈下の調査も分析待ち、地下への浸水についても調査中ということでした。その後の対応が可能な限り住民の要望に沿うものとなることを強く要望いたしまして、私の今回の質問を終わらせていただきます。